まず最初に出てまいりましたのは芸能タルトと申します。しばらくの間お付き合いをお願いします。もう落語の中にはですね、いい加減なことを言う男っていうのが出てくるんでございますが、今日の私の落語にはいい加減なことを言う男が2人出てまいります。皆様に役立つかどうか聞いていただきたいと思うんでございますが、こんにちは。ほうほう、おまんかいな。まあまあ、こっち上がり、上がらせてまいりますけどね。いやー、この間からおまはんに始末の話をしてやったんじゃが、どうや、やってるか始末。やってますぜ。私もね、始末とか倹約とか質素簡略、こういうものにはもう人にはもう火は取らんと思ったんやけど、あんたには恐れ入りましたな。あ、恐れ入ったか。もう、けど、あんたの質素倹約、これにはちょっと危ないとこがありますな。ん、危ないとこあるか。この間は教えてもらった、あの、紙を未通りに使う地方ありましたよ。ほう、あったな。世間のものは紙を粗末にしていかん。紙は字を書くだけが、ああ、じゃないからな。色真っ黒に書いたら、まあ、柔らかかったら枕当てにするとか、そして鼻をかむ。そして最後は、便所に持ってって落とし紙にするという使い方をせんといかんねや。それでね、私もやりましたね。家に帰ってね。真っ黒に変えて紙があったから、まあ、それを枕当てにして、そして、便所に持ってきました。それは逆やがな。先に鼻かまないかん。そうそう。鼻かむのを忘れて、先に便所に持って行って、それ干して鼻かめるか。そんなもんかめるかいな。いやー、もうちょっとね、えらい危ない目に遭うとこでした。そら、後先を考えてやらんといかんがな。もうな、何でもスマートにしたらいかんのや。でも下駄の鼻緒でも切れて役立ったら羽織の紐にするとか、そんなことできますか。それとか、鉛筆の削りかすでも集めといたらな、焼き付けになるにゃん。何でも気をつけないかんの。なんだかんだ言っても、私もね、面白い方考えましたね。おお、考えたか。どんなやつや。センスをね、10年持たすやり方。おお、10年な。どうやってやる？まず、先週をね、待ちましたら、半分開きましてな。こう、ゆっくりゆっくり炒めんように、こう、あげますね。5年もするとね、こう、真っ黒毛になって、ボロボロになるから、それでも大丈夫。あと、半分またありましたよ。あと、半分を開いて、また同じように合う。これで、5年と5年で10年、どうでしょう？だったら10年よくは持たへんやないか。わしだったらな、そのセンスをな、もう自分一代、いやいや、子孫の代まで持たすことができるぞ。直してきますの。そんなことせん。ちゃんと使う。おまはみたいな半分使うっていうのことは全部いっぺんに開いて、こう置いてな。顔の方をこう動かすね。それでは数週ならん。いや、そのぐらい辛抱せないかんな。あと、センス何のために持ってりゃ分かりめんや。けど、あれでんな。食べ物が一番始末せないといけないな。そうやな。あればかりは上から入れたらすぐ下に出るんやから、これはもったいないけど、けど食べんとな、腹減ってやっていけんからな。で、おまんこの頃何をおかずにしてる？私もね、いろいろ考えましてね、やっぱり塩、あれ結構安いもんでしたろ。それで塩、ごま塩でご飯食べてまんねんけど、ごまはごまで金がありましたよ。だからこの頃は塩だけにしてます。しごいて、お前、あれ減るやろ。いや、それ減りますわ。食べるんやからね。どうや。梅は、どうや、梅干しは。梅干しもやりましたね。あれは朝、皮のところを食べて、そして昼、中身のミルクのを食べて、そして夕方、ロレロレと舐めて、もう塩気がないぐらい混ぜて、最後は天神さんとこ、ポーンと張って食べてました。もう、あれは徹底的に、梅一つ。食べたらいかんがな。そんな、大名がするような大それたことをしたらいかん。それはな、梅っちゅうのは見るもんや。見るもんでか。そうや。前に置いて、そしてご飯と箸を持ってやな、じーっと睨むやがな。そうすると、もう、これを食べると、酸っぱいやろなと思うと、こう、もう酸っぱい唾が出てくるやろ。その唾を置いて、けどそんなことしたら、慣れるんとちゃいますか。慣れたらいろいろ品物をかける。わしもな、ザクロをやったり、夏みかんをやったりしたけどな、やっぱりご飯には梅干しが一番やな。へへ、そうでか。それと、わし、前おったとこはよかったな。前おったとこ。前はうなぎ屋の隣に住んでてな。もう、お昼時になると、うなぎの焼く匂いがスーッと家の中に入ってくるからな。それをまたに、ご飯食べてた。けど、匂いだけでしたろ。
良いだけだけど、やっぱりうなぎは最高やな。そしたら、朝、梅干し食べて、昼、うなぎ食ったら、食べ合わせ悪いんと違います。良いで、そんなことになるかいな。そうそう、月末にな、請求書が来たんや。請求書、やっぱりうなぎ取って食べました。いや、買ってなんか食べへんよ。そしたら、なんかいいなと思ったら、敵も去ることながら、うなぎ屋の旦那がな、匂いの嗅ぎ代をくれって請求書書いとんねん。まあ、それは大した金じゃなかったけどな。大将が請求に来たから、許します。えて、財布から金はジャラ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 ーと落として、大きに行って取ろうとしたから、大将大将、お前んとこのうなぎは匂い嗅ぎ だけだから、金も音だけでよかろう、って直したよ。あんたのが一枚も上でんな。けど、そんなもんばっかり食べとったら体に悪いっちゃいます。そんなことばっかりしてたら。そうやな。だからな、おつゆとか水もんだけはしっかり立派な出汁を取って、すつってんや。塩いかないかと違いまっか。違う違う。ちゃんとした鰹節。けど、鰹節買うとなったら金かかるとちゃいますか。あそこは、ただで、出汁を取る方法っちゅうのはあるんや。まあ、お前に教えてやるから、よそ言って言うたらいかんと。みんな真似したら、もしやりにくくなるからな。まず、かつお節屋に行ってな、ちょっと親戚に使い物にしたにが、ちょっと説明してもらえますかって聞いて、そうするといろんなものが出てくるわ。これが大中小でございます。これが亀節でございます。おー、いろいろあるねんな。けど、ここで決めてもいいけど、勝手に決めると、カーカーがぐじゅ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 言うから、ちょっと家に持って行って説明してくれんかっていうことで、もうよろしゅうございます。でっちが担いでくるわな。おさき、おさき、うち役や。留守じゃな。あ、悪いな。これ終わったな。留守中にまた勝手に決めても、これな、また、カーカーがじゃがじゃ言うから、悪いけど、これ、人は貸してもらうわけにいかんやろか。よろしゅうございます。また明日の朝ご用意に来ますんで、じゃあよろしく。と言うて帰っていくわな。帰っていったら閉めたね。大きな鍋で湯をごちゃ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 沸かして、その鰹節をドーンと入れて、もうこれでもかーいうぐらい出汁を取ってな、七輪の灰の中に突っ込むんや。そしたら、その灰で水気が取れるから、あとは藁でたすきがけして陰干ししてな。そして藁でガーッとこうすると艶が出てくる。ちょっとかびたとこはまた灰をつけとったらわからへんねや。そうすると、あくる日になるとな、でっちが来るわな。ごめんくださいませ。昨日のカツオ節の件でご用意に来たんですが、ああ、悪い、悪い。もうちょうど、カカはどこ行ったか聞いたら、カツオ節を買いに行っとんやな。もう、二重になったから悪いけど、これ持って帰ってくれるか。また今度、穴埋めするけんな。悪い、悪い。許しございます。じゃあまたよろしくお願いします。帰っていくやな。もう、店はな、それをそのまま売るから損はないやろ。けど、けど、買った人は、どないなりまんの。これは買った人は災難やな。もうわしが全部出汁を取ってしもうたばかりカスやからな。げつないことしまんねんな。これで、お味噌汁の中に入れる菜っぱなんかどうします？これはちょっと朝早起きないかん。お百姓さんがな、間引き菜とか、もうつまみ菜っちゅうの売りに来るんや。大きな籠に前と後ろにつけ、ぎし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 ってくるわな。お百姓さん、お百姓さん。まあ、お百姓さんもな、商いがまだ新米だから、まあ、根の交渉っちゅうのあるから。その前に、この玄関にな、できるだけ毛羽立った、むしろを引いとる。これがコツやで。そして、結構な名やな。うちは家族が多いから、これ全部もらおうと思うんやけど、なんぼにしてくれる。全部買うていただくんだったら、2円にしときますが、ほう、2円な。2円はちょっと高いけど、これほんまに、中も、外もみんな一緒もんか、ちょっと、この、むしろの上に、ひっくり返してみて、へい、よろしくおます。ダーンとひっくり返すわ。おー、なかなか、上も下も中もみんな一緒やな。けど、2円は高いな。これ、で、5銭にまからんか。五銭にまからんか。朝早くからでございますんで、二円のところじゃあ五銭で引くって。いや、違うがな。全部で五銭。そんなバカなことができますかいなって怒るわ。そりゃ怒りますわ。二円のものを五銭やからね。そして、そしたらまあ、冗談、冗談。
もう株入れたら全部もらうから、もう一つのざるもここに全部移してみて、パーッと移させたらな。そして、もしも男や、もう少々のことは言わん、もうドーンと来て振り回って10銭でどうや言うて金を取り入ってる間に、もうお役所さん頭にカーッと来て、何なんだーってザルの中全部詰めて、おおさっさと出て行こうとするから、まあ気の短い商人やな。もう5銭負けようか、もう5銭あげようか、言ってポーンと肩叩くんで、なあこんなこと言われたらもうバカにしないな言って、まあ、路地の中はどん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 逃げていく。その時に塀にぶつかったり、もう門にぶつかったり、カゴがガチャ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 動くもんやから、マップがポロ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 落ちるわな。それをあと丁寧に拾っていくんやから。それと、まあ、後ろにへばりついたやつも顔を拾っていくな。そうすると、ついに、3日ぐらいはことかかんの。えらいことしまんねんな。それとで、2銭玉2つで、もう、住吉の社に、お賽銭あげて、そして、タバコ入れるタバコをしっかり詰めて、腹いっぱいお昼のご飯を食べさせてもろうて、土産もろうて帰るって、このせやで。そんな手がありまんの。これはちょっと難しいぞ。まずな、二銭玉を持って、わしも信心深いから、住吉さんにお参りに、近いからな。そして行って、四つの社があるな。その祠に一つずつ賽銭をあげるんやけど、賽銭箱に放りはいただいかんと。賽銭箱の横にちょんと乗して、拝んでまた引き上げて、それを4回繰り返して、最後の社のところでポーンと賽銭箱で放り、投げてあげて、ご一刀さんにと言って、ご一刀さんに、そりゃもう相手は神さんやから喧嘩なんかせん、仲良うに負けはるやな。あと一銭残りや、この一銭が勝負やな。これをな持って裏の路地に入って、流し屋によるな、一銭でこんな大きな、どんぐりの飴を2つくれるから、これを返しに包んで、その辺で遊んでる子供を探すな。できるだけ、しつけの良さそうな子で、しつけ身なりのいい子や。その子に、ボンボン1つどうぞと渡す。そうすると、その子はもうしつけがいいから、もうガリガリかじったりせえへん。すぐさま、お母さんとこへ、知らせに行くわな。その時に、これ、どっかのおじちゃんにもらったんでって言うて、話が進んでる時、そこをスーッと通る。この呼吸がなかなか難しいぞ。変な時に通った話なのかな。さっと通った。あのおっちゃんにもらったんやーいだ。どこの方かお知りませんけど、うちのせがれに、結構なものをいただき、何をおっしゃる、もうそんなこと言うもんや、おまへんで、なかなかしつけのいいお子さんですな。もう、普通の子供だったらガリガリっと噛むんですが、すぐお母さんとこへ、いいに行きなはる。いやー、先が頼もしおますな。だからちょっと、お愛想しただけのことでございます。いやいや、結構でございます。住吉さんに、ご参詣でございますか。うちはちょうどあそこの門の前でございますので、どうぞゆっくり、くつろいで、今朝から歩き疲れてるんで、ちょっとじゃ休ませてもらいましょうかと、腰をかけるな。そうすると、お茶が出てくる。タバコが出てくるわな。タバコが出たら、お茶をまず一杯呼ばれて、タバコ入れを出して、筒からキセルを出して、このタバコ入れの中にタバコがないのは百も承知や。これが先方さんに見えるようにしてな。タバコを切らしてしまいました。この辺にタバコ屋はありませんかいな、言うと、お口に合うかどうか知りませんけど、これでよかったらどうぞ、ちゅうて出してくれるから。これをな、一服吸わしてもらおう。そしてお茶を飲んで、お茶のおかわりをするな。お茶のおかわりをしとるとき、向こうにお茶を取りに行ったときに、温度にね、刻みタバコをいっぱい詰めて、これがな、刻みタバコだからいいんだぞ。これ巻きタバコだったら本数が分かるから、そんなことできるの。これを詰めて、このタバコだけは直して、あとはここのタバコだけを出してもろうて、お茶を飲んでは、お菓子を食べ、菓子を食べては、お茶を飲み、タバコを吸ってな。面白い話をするんやな。
キャキャキャ笑うような話をして昼まで持たすな。昼になると外で働いてたおやすさんが昼飯を食べに帰ってくるからな。え、なりやいなっていうような顔するわな。あんたからお礼言って、え、うちの健一がこの人に結構なものをいただいたんですよ。ああ、どころかとか知りませんけど、こんなことまでしてもらって、いやいや、何をしてるの、宅の子さん、大したもんですな。もう、しつけがよろしゅうございまして、もう、先頼もしいですな。って、お弁当は食わんものおらんよ。ああ、おいおいか。あ、ビールや。なんぞ、お茶漬けでも出したので、これは気をつかんことでございまして、どうぞどうぞ、何もございません。何をしてる、こんな初めて来て、こんなところでご馳走になったらできません。もう、これからちょいちょい言わせてもらいます。いやいや、いやいや、いやいや、あ、そうでっか。上がりかもな。ああ、そうすると。まあ、急のことじゃからな。ね、それは、ご馳走はないわいな。まあ、茶漬けでいいけど、その茶漬けには必ずと言ってよで、高校ね、漬物がついた。この漬物は、あの辺は大体みんな家で漬ける地域じゃな。あ、そこで漬けるから、腹いっぱい食べたあたら、その漬物を紙に包む。何をしちゃう、そんな汚いことしな。こちらで片付けときますか。いえいえ、何をしちゃう、そういうことちゃいまへんで。この漬物は、あ、お宅で漬けます。ああ、さすが美味しいございますな。いや、うちのかかも漬けます。漬けるんですけどね、かあ、時々もう腐らしてしまうんですわ。ですから今日はこれをもらって帰って、え、高校中ものはこういうふうに漬けるんだ。いや、ちょっと、高額のため、まあまあ、そこまでおっしゃるんですか。おお、そんなんだろ、おい、新しいのを2、3本噛みつんで、あげたらどうや。って言って、庭芸が漬け、腹いっぱい食べ、タバコ入れるタバコをいっぱい詰めて、ね、土産までもらって帰るで。えらいことですな、さんやることは。はあ、これ聞いてると、なんか、始末には極意のようなもんがあるような気がする。おお、あるある。今まで喋ったやつは、もう枝葉の部分にあんなことをしたからで済まるもんじゃないしな。銭がたまるもんでもない。始末には極意知能があるんや。え、それをちょっと教えてもらおうかと思いました。おお、それだったら、今晩、あ、夜、プロになってから来い。え、じゃあまたお邪魔しますんで。え、こんばんは、こんばんは。ここを開け、ここを開け。始末の極意を聞きましたんで、よろしく。おお、ごたごた、戸を叩きなはんな。鍵かけはかかってない。え、ああ、そんなにトントン叩いたら痛むかな。あ、そっと浮かして、え、はあ、えらい、ややこしい人出んな。お、真っ暗出んな。え、明かり、おまへんの。明かりなんかあるかいな。え、それで、大丈夫、いや大丈夫だよ。お日さんが寝たら働き、日が沈んだら寝る。そのために夜中のはあるんや。けど、どこにいてはるやら分かりまへんな。ここや、ここや。ここ。いやいや、分かりました、分かりました。だん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 目が開いて。けど、あんた、裸でか。裸や、裸や。ああいうものはな、もう、例祭のために着るもんや。もう片付けとったら、もう痛まんやろ。それ痛まんけど、それで寒いことはないか。寒いことあるかいな。わしらちょっと体を触ってみ。お、なかなか、ずっとおっと、汗かいてまんな。ん？足を触ってみ。足に。わ、はは、足元へこたつかなんか置いてはるんとちゃいまっか。何を言ってる。わしのこたつは上じゃ。え、上って、あれ、なんです？庭石をな、荒縄でくくって縛り付けてるんや。こんなこと、危ないこと思えへんか。あれ、あの下に座ってな、あれが落ちてきたら命はないと思ったら、寒中でもじーっと汗をかくぞ。いや、恐ろしい話でんな。ところで、始末の極意を、早速、わかったかな。これじゃあちょっと、庭に出、庭に。え、庭行ってあれはしもだ。草履がどこやわからへんがな。なんでちゃんと上がるときに通りぐらいですどこにあるか段取りしとかないかいね。ちょっとだけ見えたらいいな、明かり読めへんかいな、マッチかなんか、マッチ。恐ろしいこと言うな、マッチなんかあるかいな。ちょっとチカッとしたらいいんだけど、よしよし、分かった。そこの柱のところへ、明かり取りがかけてあるやろ。え、ああ、これ、傷つきがありまんな。あ、それでな、お前の目と目の間をバーンと一発ぶっ続け。え、そんなこととしたら、目から火が出まん。その明かりで探せ。そんなバカな。立派な庭でんな。大きな真っ白の枝ぶりがようて。おお、せやせや。お前今、お前金は残らんな。え、なんで、今ひっくり返って手を叩いたの。
払ったらいかんがな。そういうものは全部懐に入れんと。さあさあ、そこへはしごがあるだろう。ええ、女。そのはしごをあの枝ぶりの家枝にかけ。私ね、あの植木屋屋に来たんとちゃいまい。始末の極意を聞きに来たんで。で、いやいや、もうごつごつ言わんでかけかけて、かけました。よいしょ。さあ、そこへ上がれ。上がるって。私は庭木の手入れに来たんと違うんです。始末の極意。分かった、分かった。さあ、登れ、登れ。よし、よし。登りましたね。そこのな、枝ぶりにちょっとぶら下がる。ぶら下がる。私、軽わらに長生きたんと違います。軽いわら。ちょちょちょ。登りましたね。よしゃよしゃ。よしゃ。はしご、はしごだったら今やな。落ちまんや。ちょちょちょ。しっかりに時計をすないと落ちると怪我するぞ。よし。これからな、わしが言う通りにしたね。まず、左手を離せ。左手行くか。離しましたね。おしゃおしゃ。次はな、右手の小指を離せ。小指。離しました。いよいよ軽い軽技しながらこれやったな。おしゃ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 。そしてな、次は薬指や。薬指。どうですか。離しましたね。おしゃおしゃ。そして今度はな、高々指を離せ。中指でいいか。うわー、やらー。離しました。こうでいいか。最後だぞ。頑張れよ。人差し指を離せ。人差し指、これは離さないで。離せんか。離すなよ。それを離さんのが極意じゃ。そういうこと。